はいどうもバサラです、ご視聴ありがとうございます、今日の動画はですねフルージョ様からの提供でお送りいたします。はい、今日紹介するものなんですけれどもキックスターターで、今、募集を、応援購入的な感じですね、幕開けみたく応援購入を、募集しているフルージョから、今度出る、パワーエッジというものの、紹介になります。はい、こちらの製品端的に言うと何かというとですね、モニターの台ありますよね。モニターの台、そちらに USB ハブが、ついたような製品になります。で、これまでも、USB ハブが付いているものっていうのは、あったとは思うんですけれども、ここの製品何が、一番違うかというとですね、その USB ハブ部分が、取り外すことができるんですよ。なので、家でも、外でも、同じような環境でより、できるっていうのが、この製品の特徴かなっていうところです。で、またですね、このフルージョっていう会社はですね、前から USB ハブを作ってるので、USB ハブ自体の、性能も、普通の台とかだと、台とかのハブとかって、なんでしょうね、ハブが中心ではなくて台が中心じゃないですか。なので、こちらの製品の、特徴としては、台も、ハブも、やっぱりメインの、ものになっているので、なので、ハブ自体の性能も、すごく高いっていうのが、いいところかなというふうに思っています。はい、こちらの製品なんですけれども、開封すると、フルージョのね、ハブ部分の本体と、あとはね、USB ケーブルが入ってます。このケーブルを使って、Mac と、接続するような感じです。そして、下の部分に、台自体が、入っています。はい、そしてこの台なんですけれども、台はですね、アルミでできていて、非常にですね、高級感がある、やっぱりアップル製品との親和性がかなり、高いような、高級感のある台でですね、僕が、乗せてるモニターは結構重いモニターなんですけども、全然ね、たわむこともなくて、しっかりした作りなので、かなりね、大きいモニターとか重いモニターを乗せたとしても、全然大丈夫そうな、作りになっているなというふうに思います。非常にデザイン性が高いですね。で、次に USB ハブ自体の、仕様です。はい、まず前面の部分なんですけれども、左に USB-C のポートがあって、こちらから、電力の供給ができるような感じです。次に USB 3.0 のポートが2つ。そして SD カードと、マイクロ SD カードのポートが1つ。オーディオジャックが前面の方に、あります。SD カードがね、やっぱりあるのは、やっぱり YouTube とかね、やってる身としては結構嬉しいところかなというふうに思います。はい、そして裏側なんですけれども、左から USB-C の、ポートですね。こちらと、Mac とか PC をつなぐというような感じになってます。で、ギガビットのイーサネットのポートが1つ、あと HDMI のポートが1つ、そして、VGA の、ポートがついてます。なんかね、VGA のポートなんか、久々に見たなっていう感じが、するんですけども、VGA の、ポートがついています。ディスプレイポートはないですね。はい、こういった感じになっていて、そして、取り付けた際にですね、裏側から、例えば HDMI のポートとかね、USB-C のポートを通すときに、裏側にも、ケーブルホルダーがあるので、後ろの方でばらけたりとかしないように、まとまるようには作ってあります。で、そしてやっぱ台があるとですね、やっぱり視線が高くなるので、モニターのね、上下ができない人にとってはやっぱり姿勢が、やっぱり綺麗な姿勢で、作業することができるので、やっぱり肩こりとかね、そういったものとか、やっぱり目がね、下に行くよりは、やっぱり上に行った方がいいので、そういった姿勢の矯正っていうところにはすごくいいかなというふうに思います。なので、やっぱりモニターの台が今探していて、USB ハブも欲しかったみたいな人にとっては、すごくいい製品かなというふうに思います。で、ここからですね、ちょっと使ってみて、僕はどうだったのかっていう話、ここから気になるポイントを、いろいろ話していこうかなというふうに思うんですけれども、まず一つ目なんですけれども、電源ポートが前面にあるっていうのが、ちょっと微妙かなと思ってます。はい、なんで、電源がやっぱり前に必ずケーブルが伸びちゃうんですよね。それってちょっとデザイン的に微妙だなってちょっと正直思ってて、もちろんね、この製品取り外した際にも、使えるような製品なので、やっぱりね、そういう風な、構造になってるのはわかるんですけれども、ちょっと僕の中で、そのやっぱり前面にやっぱりケーブルが出てるの嫌だなっていうのが一つあります。で、二つ目としては、この電源のポートなんですけども、60W までしか対応してないです。はい。なので僕、MacBook Pro の16インチ使ってて、100W 必要なんですよね。ちょっと足りてないんですよ。足りてなくて、ここもね、ちょっと僕の中で微妙かなっていうのがあって、ここも僕の中でのちょっと微妙ポイントでした。次、微妙ポイントの3つ目なんですけれども、後ろのケーブルを通す、穴ですね。こちらのケーブルの穴がですね、結構小さいんですよ。なので、HDMI のその、ケーブルがですね、ちょっと太かったりとか、通すケーブルがちょっと太かったりすると入んないんですよ。入んなくて、なのでちょっとケーブルホルダーの穴が小さいっていうのも、やっぱり僕では使い勝手が悪かったです。次4つ目なんですけども、ハブを取り出した時なんですけど、結局ところケーブルがね、だらっと出てきちゃうので、
机がね、そのいなくなったと思っていたよりはそのすっきりしてないというか、まあ、ケーブルが僕見えてない方がいいかなとは思ってるので、やっぱりケーブルがねだらっとやっぱ前に出てきちゃってるのはやっぱりねそんなに美しくないかなっていうのはやっぱりねちょっと思いました。そして5つ目、まあこれがね僕の中での最大の欠点だったんですけれども、そのハブ自体のですね、まあ、取り外しが結構むずいんですよ。くっつけるのも、取るのも結構大変で、紹介動画とかでね、流れてるようなほどスムーズにね、できるには結構ね、練習必要だし、結構金具がね、そこの部分はね、チャッチーなっていうのはすごく、思いました。はい。なので、まあ、僕は、あれはもうね、つけっぱなしでいいんじゃないかなっていうのは、ちょっと個人的には思ってるところですね。という感じで、まあね、ちょっと微妙ポイントが結構多かったです。はい。はい、ざっとですね、まあ、フルージョさんのパワーエッジについて、まあ、いいところみたいなところと、あとは悪いところもね、含めてちょっと話させていただいたんですけれども、多分僕自身の使い方には結構合ってないかなと思ってて、僕特にモニターの台も必要ないし、あとハブも、まあ、いらないしっていうところもあったりとか、まあ、16インチ使っちゃってるんでっていうのが、まあ、あるので、結構合わない部分がまああったんですけれども、逆にそのモニターがね、上下しなくて台がちょっと欲しいよっていう人とか、USB ハブも欲しかったなっていうこととか、まあ使ってる Mac がね、13インチだったりとかっていう風な、方に関してはですね、まあ結構ね、使いやすい製品かもしれないなというふうには思うので、気になる方はですね、概要欄の方にですね、Kickstarter への、ページへのリンク、つけておくので、ぜひぜひ、気になった方はですね、チェックしていただけると嬉しいです。はい、このチャンネルですね、ガジェットのレビューを中心に、動画を作っています。今日の内容が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。